はいどうも皆さんこんにちは、オオカミさんでございます。見てください、今日はゲーム動画じゃなくてニッパーの紹介をしたいと思います。何のこっちゃと思うでしょ何のこっちゃと思うじゃないですか。実はですね、私最近見に行ってるチャンネルでガンプラチャンネルさんっていうね、ガンダムのプラモデルを作ってらっしゃる方がいらっしゃるんですけど、そのガンプラチャンネルさんがですね、このニッパーめちゃめちゃいいよって言ってたニッパーがこれなんですよ。アルティメットニッパー、すごいネーミングじゃないですかね。これアルティメットニッパーって言うんだけど、すごくいいんだよねみたいなことをガンプラチャンネルさんが言ってたんですよ。で、私それを見てて、アルティメットニッパーって思うじゃないですか。何そのネーミングみたいな、必殺技みたいなネーミングみたいなそんな究極のニッパーなのこれって思うわけですよ、私ら素人からするとね。で、まあ、アルティメットっていうぐらいですから、どんだけ究極なんだと、ね、もちろん使ったことないですけど、どんだけ究極なんだと思うじゃないですか。なのでね、ちょっと調べてみました。これね、ゴッドハンドっていうメーカーなんですかね、ゴッドハンドさんが作ってる、まあ、ニッパーなんですけど、もう思いっきりここに究極って書いてます。ここにいかにもこれがアルティメットだぞと言わんばかりにですね究極の文字が入ってます。で、何が究極なんだと思って、まあ、ホームページを見たんですけど、すごいですよこれマジでね。ガンプラチャンネルさんもニッパーの紹介されてたんですけど、細かくは言ってなかったんですよ。ただ単にいいですよって、よく切れるんだろうなぐらいの感じで見てたんですけど、ホームページ見たらね、これとんでもないですよこのニッパーマジで。プラモデル作る方なら常識なのかもしれないですけど、素人から見たらね、なんだそれっていうニッパーですこれは。マジでこれびっくりしました本当に。びっくりさんで動画を撮ってます私で、何がすごいかっていうとね、これ見てください、究極の極薄型刃なんですよこれ。型刃って分かります？ニッパーってハサミと一緒で、まあ、挟み込んで切るものなんですけど、まあ、両方に刃がついてるんですよ、挟む部分のね。それが普通のニッパーなんですよ。でもこれは型刃なんですよ。だから片方にしか刃がついてないんです。すごくないですか？そんなニッパー見たことないでしょ普通ねえ、ハサミでも片方にしか刃がついてないハサミなんてないでしょ普通、常識で考えてねえ、でもこれは型刃なんですよ。もうそこがなんせね、びっくりした。そんなニッパー見たことないやはっきり言ってで、型刃何がすごいかっていうと、これずっと送っていくといろいろ書いてあるんですけど、こんな感じなんですよね。こう綺麗に切るための型刃構造で、この要は下側、これこの絵で言うと下側の部分は刃がついてないんですよね。で、下側の部分で、要は切断対象を押さえて、で上の刃がサクッとこう切ると、まっすぐ切れるとね。あ、なるほどねと思うじゃないですかあ、なるほどねと。しっかりグリップをして上から切るみたいなね。でもなるほどねとで、これずっと見ていくと、これね、例えばこれだったら、じゃあなんでここなんでまっすぐじゃないのって普通思うんですよね。ここをつらい位置にしたらもっといいんじゃないのって普通思うんですけど、こうわざとね、つらい位置はなくしてる理由がここに書いてあるんですけどね、ガタが出た時に刃が外れないようにわざと刃は中央にセットしてあるんですみたいなことが書いてあるんですけど、これ見るとね。でもね、これ多分ね、まあそれはそうなんでしょうけど、多分ね、ずらしてあるのはそれだけじゃないんですよこれ。おそらく私は使ったことないんであれですけど、これずらしてあるっていうことは、ここにね、この段差の部分に物を乗っけることができるわけですよ。で、型刃なんでね、これ多分私実際使ったことはないんですけど、使い方としては切るだけじゃなくて削ることが多分できるんですよねこの構造だと。で、それがまずね、びっくりした。この構造を見て、このニッパーは切るだけじゃなくて削ることもできるんだっていうのをね、これ衝撃ですねこれ。マジで衝撃でしたこのニッパーは、で、これ見たらそこまで書いてないんですけど、このホームページには削るっていうことに関してはね。だからこういうふうに、まあここがね、この部分ですね、ちょっとちっちゃくて見えないかもしれないですけど大きくしましょうか大きくしましょうか、ちょっとね、拡大しましょうかね。これ要は、このようにまな板下の部分ね、まな板と上の切断用の刃が
フラットだとガタが出た時に外れちゃうから、わざと中心にセットしてるんですっていうことが書いてあるんですね、これね、うん、まな板のまな板場の中央にこの切断用の刃が来るようにわざとセットしてます。でガタが来ても外れることがないので、わざとそういうふうにしてますよっていう説明がここに書いてあるんですね。で、そういうふうにセットしてあるんで、こうパーツにね、まな板のこのまな板場をパーツにぴったり合わせても切断する部分はちょっと手前に出ますよって、だこうゲートの切り残しができますよっていう、まあ注意書きみたいなのが書いてあるんですけど、まあ、確かにね、まあ、そうなんですよ、この構造からいくとね。でもそうじゃなくて、そうじゃなくてっていうか、まあもちろんそうなんですけど、それだけじゃなくて、ここにね段差が、ここに段差があるっていうことは、さっき言ったね、多分、うん、やったことないですけど削るっていうことができると思うんですよ。でね、私図を作りました、こんな感じで簡単な図ですけど、だからもう切り取ったね、ランナーから外した後にゲートをちょっと残して大体切るじゃないですか、多分ね。いきなり際でね、際どいとこうデッドに攻めるっていうことは多分しないと思うんで、ちょっと残した状態で切り離して、でさらにそのゲートを切り離すっていうことをやると思うんですけど、こうパーツがあったら、パーツの下の段にこうまな板刃を乗せるね、乗せることができる構造だったら、この切るための刃をパーツにぴったりくっつければ、このまま切ればですね、多分ゲート残らずにこうサクッとねちょっと動いちゃった、サクッと多分ね綺麗に切れるんじゃないかなと思いますね。うん、だ普通のニッパーだと絶対そういうことはできないんで、こうね三角形のこういうのが残ったりとか切った時にね、どうしても伸びるんで、削るんじゃなくてこう切ろうとするとね、でもしくはもっと際どいところにね、こう刃を斜めにして際どいところを攻めると、逆にこっち側にえぐれちゃったりとかね、する経験した経験が多分あると思うんですよ作ってる方ならね。でもこれだったらぴったり合わせれば、まっすぐ多分ほぼ完璧に切れるんじゃないかと思いますね。うん、なんかまあもちろん切った後にヤスリの処理をするんでしょうけど、それにしてもほとんどヤスリ掛けしなくてもいいぐらい、もうぴったり切れるんじゃないかなと、この構造ならね思いましたね。私使ったことないですけど使ったことない人間が偉そうに言ってますけどね、ごめんなさいねただね、使ったことないけど想像ではそうじゃないかなと思いますね。うん、だガンプラチャンネルさんはそこまでは説明はしてなかったですけど、おそらくねそういう使い方ができるような構造ですね、これはね。マジでねびっくりしました、このニッパーはやばいこれはやばいマジで。でそのさっき言ったね、もちろん削るっていう作業を、作業っていうか、なんていうのかな、実現するためにはね相当切れなきゃいけないんですよね、この刃がね。まあ、ここの薄さ、刃の薄さといかによく切れるかっていうのが大事だと思うんですけど、これ見てみるとね、この辺ね、これは職人技による超極薄の切り刃職人さんがね、こう一本一本丁寧に刃付けと刃研ぎをしてるっていうんですか、すごくないですかすごいですよ、一本一本ね、研いでるんですって、職人さんが。そりゃ切れるわって話ですよね。そりゃ切れるよ、確かにね。ガンプラチャンネルさんもめっちゃ切れるとは言ってましためちゃめちゃよく切れるとは言ってました。まあそりゃ切れるでしょうって感じですよね、こんなのね。で1本ね5000円以上するんですよ、これニッパーなのにめっちゃ高いんですよ見たら、アマゾンとかで見たらね5000ちょいするんですよね。ただねこれは多分本格的にそのプラモデルとかをね作るんであれば、これ絶対買った方がいいと思いますね。普通にねゲート切り離してこう残ったのをヤスリでシコシコ削るっていう作業をね皆さんされてると思うんですけど、全然楽だと思います、これ。めっちゃ早いんじゃないかなと。ものによってはもちろん使えない場合もあると思うんですけど、これね、こう下側にね、端っこにゲートがついてるやつなんか、パーツの端にね、中央じゃなくて、
こうやって削り取っちゃったら多分ほぼヤスリかけなくていいんじゃないかな、まあ、全然かけなくていいとはならないと思うんですけど、若干はねヤスリがけする必要があるとは思うんですけど、ほぼかけなくてもいいぐらい綺麗に削れるんじゃないかなと思いますね、この構造ならね。うん、なのでまあガンプラチャンネルさんもよく言ってるんですけど、あのいい道具を使うとね時間短縮できるってよく言われてるんですけど、まさにこれそうですよ、本当にこれ究極だと思いますね。私こう調べてびっくりしました、マジでマジでびっくりしたのでわざわざ動画を撮りましたこれ、まあ私がこれ動画上げたところで誰が見るんだって話ですけど、あの本当にねこれは驚きましたね、マジで。私欲しいですこれ、プラモデルあんま作んないですけどぶっちゃけねこれ5000円出して買う価値はありますね、本当に。こんなニッパーマジ見たことないですから、普通売ってないですよ普通のニッパーはこんな構造じゃないですからね。ねえ、ということでまあまあ私の知らない世界ですけどね、こういうまだそのプラモデルの業界というかね、まあ、そういうところではこう常識なのかもしれないですけどね、アルティネットニッパー持ってなきゃお前プラモデルやってるとは言わねえよぐらいの感じかもしれませんけどわかんないですけどね、知らないけどだからまたこれからねちょっと本格的にやってみようかなっていう人はね、これ絶対買った方がいいと思いますね、マジで。うん、いやこれはね確か高いですけど5000円ちょいしますけどね、これはね本当にびっくりしました私。はい、ということで、ゴッドハンドさんのアルティメットニッパーにびっくりしたっていう動画でした。ということでご視聴ありがとうございました。大神さんでございました。またね。